2週連続ラジオドラマバレンタインビタースイートストーリー。ラブライスでは先週から2週連続でバレンタインにちなんだラジオドラマをお送りしております。先週はドラマの分岐点までをお送りしましたが、最後に実施したアンケートをもとに続きのストーリー今夜ご用意いたしました。今週もドラマの分岐アンケートがございますので、アンドキャストでご覧の皆さんは続きを聞きたい方をエールで答えてくださいませ。ぜひ文化放送でお聞きの皆さんもアンドキャストでご参加くださいませ。ということで、前回のストーリーね、2週連続ということなんで、前回までのストーリー、ちょっとご紹介させていただきましょう。幼馴染のラブオとラブチョ、2人はいつしか互いを意識し合うようになるが、恋人関係まで踏み込めないでいると、甲子園に出るのが夢だったラブオは野球留学のため卒業を前に転校することになったのだが、ラブチョにそれを伝えられず気まずい感じになってしまった。しかし旅立ちの日に出発ギリギリにラブチョが現れ、ラブオに手紙とお守りを渡し、二人は離れ離れになっていくのだった。切な、なんだ切ない話じゃん。ラブオとラブチョっつうからなんかもっとコミカルな話かと思いきやよ。なんかちょっと甘酸っぱいじゃんね。おえー、でアンケートでこの10年後のストーリーが選ばれたそう。10年後ね、中学生のラボーは阿部敦さん、10年後大人になったラボーが私、阿部さんが大人になると佐藤になります。名前変わってんじゃねえか。名前だけじゃないんですいませんね。なるほどね。一応ね、阿部さんが演じた先週のドラマもね、読ませてもらったんで、先週お聞きになった方はそれをねちょっと思い出して見て聞いてください。はい、それでは参りましょう。バレンタインビタースイートストーリー、お聞きください。もう朝か。行かなきゃ。東京の強豪校に進学したが、結局3年間レギュラーにはなれず、それならプロでと大学でも野球を続けたものの、大した成績も残せず、俺は野球人生に区切りをつけることにした。大学卒業後は運よく就職することができたが、別に興味がある仕事ではないので、生活するために働いているといった感じだ。朝起きて会社に行き、得意先を回り、デスク作業をし、定時で上がって、近所の居酒屋で晩酌をする毎日。別に大きな不満があるわけではないが、これからずっとこんな生活をするのかと思うと、ちょっと気がめいりそうだったので、なるべく考えないようにしていた。そんなある日、いつものように晩酌をしてから帰宅すると、ポストに一通の封筒が。送り主は中学の同級生。中を見ると同窓会の案内だった。野球をやめてしまったこともあり、そこをつつかれるのは面倒だなという思いもあったが、ちょっとした気分転換になるかもしれないと行くことに決めた。今まで正月を返上で野球に励み、辞めてからも気も済まず帰っていなかったので、10年ぶりの帰省だ。同窓会まで時間があったので、街を歩いて回ってみることに。変わらない景色もたくさんあったが、学校の帰りに行った駄菓子屋さん、家族でよく行った中華料理屋さんがなくなったりしていて、ちょっぴり切ない気持ちになりつつ、同窓会の会場となる居酒屋へ向かった。
事の進行で同窓会がスタート。ほとんどが地元に残っているメンバーだったので、最初はちょっと緊張したが、思いのほかみんなが東京で暮らしている俺に興味を持ってくれていたようで、お酒も手伝い楽しく話すことができた。すると同じテーブルの一人が急に思い出したかのように、そういえばラブチョ来てないねと幹事に尋ねた。幹事曰く、声はかけたが保留のままで来るかどうかわからないとのことだった。もし来たらどんな顔して会えばいいんだろう。そんなことを頭の片隅に思いながら、引き続き仲間と談笑していた。結局ラブチョは来なかった。安心したような、ちょっと残念だったような。まあ会っても何を喋ったらいいかわからないし、これで良かったのだと思いながら帰路に着いた。翌朝東京へ戻り、混雑している駅の構内を歩いていると、ふと懐かしい空気が横をすり抜けた気がしたので、すぐに振り向いたが、人混みに流され確証を得られなかった。あ、もしもし、俺だけど。この間は幹事お疲れ様。あのさ、つかぬことを聞くようだけど、この前の同窓会に来なかったラブチョって今どこに住んでるかわかる？なるほど。ああ別に何でもない、ちょっと気になっただけ。ありがとう、また同窓会やったら誘ったよ。うん、よろしく。ラブチョが東京にいる。やっぱりあの時感じた懐かしい空気はラブチョだ。確証は持てないけど確信した俺は、それから毎日会社が終わってからラブチョとすれ違ったと思われる駅の構内で彼女を探し続けた。しかし1週間経っても1ヶ月経っても会うことができず、あれは俺の勘違いだったのかもしれない。っていうか今更こんなことをして何になるんだと自分のバカバカしさに呆れ、ベンチでうつむいていると、ラブオ君？俺はハッと顔を上げた。するとそこにはすっかり大人っぽくなったが、雰囲気はあの頃のままのラブチョが立っていた。ラブチョのことを探していたはずなのに、いざ目の前にすると言葉が出てこない。無言が続くとラブチョの方からいろいろ話しかけてくれた。俺はそれに答えるのが精一杯だったが、話を続けるうちに、ここで言わなきゃもう二度と伝えられないかもしれないと思い、俺は急にこう言った。ラブチョ好きだ。はい、ということでバレンタインのラジオドラマお聞きいただきました。ということでここでアンケートでございますよ。続きのストーリーはどちらがいいか皆さんの手で選んでください。まずは A、 ハッピーエンチョ。 A はハッピーエンチョね、ハッピーエンチョです。で続いて B、 キスチョ。めっちゃ
笑ってますけど、何なの？ガハハハって、あなたが書いたんでしょ？何ガハハって、あなた書いたんでしょうが。いいね。A、ハッピー延長。B、キス長。でございますよ。さあ、あなたがより聞きたいと思ったのはどっちだったでしょうか？ A か B かを選んで、エールで投票してください。投票する際は、エールを送りたい方のパネルにタッチしてから、エールを送ってもらうことで投票になりますので、ご注意くださいませね。制限時間は3分です。それでは、スタート。なんかさ、本当にさっき読みながらもそうなんですけど、すげえ切ないし、ありそうだよね。なんかこういうの。なんか、あってほしいわ、こういうのなんか。夢があるよね。まあ、僕自身は同窓会全然行けてないですけどね。最後に地元の友達と会ったのは成人式か、その20代の頃じゃないですかね。なかなかみんな忙しくてね、会う機会が減ってきましたね。どうすか、同窓会とか行きます？開かれたことない。なんか、あ、気づいてないだけですかね。なんかこうポストの中をこうガッて取って、ああ、なんか同窓会だろうなきっと、ポンみたいな感じで置いちゃったまま返信せずに、なんかこう過ぎちゃってたみたいなことってね。いや、来てないです。じゃあ来てる、来てるよ、ちゃんと大丈夫。なんか今はさ、もしかしたら難しいのかもしれないけど、昔って結構卒業アルバムとかになんかその同窓生同級生の名前となんか電話番号と住所とかなんか一覧あったっすよね。今は多分そういうのなんか個人情報とかでいろいろやらないのかもしれないけれども、いや、そういうのあったから、なんか年賀状とかも、そういえばあいつの住所なんだっけみたいな感じでね、思い出せたりしたけど、なかなか難しいっすよね。同窓会か、今集まったらどうなんだろうな。もう軽く、いや、もう10年近くか会ってないかもしんないもんな。友達の結婚式で会ったっきりかな、もしかしたらね。それぐらいだもんな。みんなはどう、同窓会とか行く？忙しいかい、今投票が。ね、あ、Facebook とかね。そうね。あ、まあね。今ないか、そうか。気まずい？まあ気まずいかもね。なんかね、例えばさ、まあこれ俺のパターンだけど、なんかかっこよかったあいつがハゲ散らかしてるとかね、なんかあるもんね。お前、お前、どうしたお前みたいな、どういったお前のあれみたいなことあるもんね。あとは憧れのなんとかちゃんがすっかりなんかこうお母さんになってたりとかあるもんね。そうね。まあ確かにね、今の友達もね、大事だよね。友達ってね、こうやっぱりどこまでこう付き合えるかってわからないもんね。大事にしていきたいよね。お、いけた？というわけで、さあ、あなたがより聞きたいと思ったのはどっちだったでしょうか？ということで出ました、受付終了。続きを聞きたいのはどっち？結果は、お、なるほど。 A、 ハッピー延長 38%、 B、 キス長 61.99% ということで、 B、 キス長でございました。いいの、みんなキス長で。キス長だからハッピーエンドとは限らないかもしれないぜ。最後の思い出にチューして別れるかもしれないぜ。いいのか、みんな。まあもう結果出ちゃったからな。カモーンじゃねえよ。なんだカモーンって。はよ読めってか。くそー。なるほどね。というわけでね、せっかく投票いただいたので、では、キス長、行ってみたいと思います。ラブショ好きだ。ラブショは目をまん丸くして驚いた表情を浮かべていた。今更な話かもしれないけど聞いてほしい。
俺は中学生の時、いや多分小学生の時からもう幼馴染を超えてラブチョのことが好きだった。でも関係を壊したくなくて気持ちを伝えられなかったんだ。本当にごめん。あと最後にくれた手紙何度も読んだよ。ラブチョも同じように思っていてくれたこと本当に嬉しかった。引き返して地元に残ってしまおうかとも思ったけど、ラブチョの応援、手作りのお守りに応えるために東京で頑張るとそこで決心したんだ。でも結局期待に応えることもできず、ごめん。するとラブチョがクスッと笑い、なんか謝ってばかりだねと。だって俺ラブチョに悲しい思いを。ラブチョはニコッと笑い、当時はちょっとムカついたし悲しかったりしたけど、ラブオもいろいろ考えたんだろうって思ったし、という優しい言葉に俺はほっと胸をなで下ろした。そして俺はもう一つラブチョに言いたかったことを伝える。ラブチョ、こんなこと言われても困るかもしれないけど、このまま幼馴染で終わりたくない。空白の10年はもう戻ってこないけど、これから新しい思い出を一緒に作りたいんだ。ラブチョ、俺の彼女になってくれないか。少しの沈黙があった後、ラブジョが口を開いた。毎年バレンタインのチョコを受け取ってくれるならいいよ。それ約束してもらわないと、誰かさんはバレンタイン前にどっか行っちゃうからな。とおどけるラブジョ。そんな彼女をぎゅっと抱き寄せ、俺はこう言った。絶対受け取る。どこも行かないから、ラブチョも。どこへも行くなよな。はい、ということで聞いていただきました。すわー、甘酸っぱい。あのさ、俺さっきからずっとこれ謎なんだけど、コメントでさっきからエグチって、俺は佐藤なんだわ。エグチ拓也じゃねえんだわ。仲いいけど、エグチ拓也大好きだし、江口拓也大好きだけど、ごめん、佐藤拓也なんだわ。ごめんね、期待に添えず。なんじゃ江口って、エロいってことなの。エロいって書け。もうそれはいい、そういう時間じゃ今は。エロいって書け。誰も怒らん、それはもう。なんじゃ、わかったわかった。いやー、というわけでね、生ドラマ緊張しましたけれども、いやー、こうコメント見てるとね、すごいみんななんかうわーとかひえーとか、なんかかわいいとか楽しんでくれてたみたいですけど、どうでした？なかなか女の子やるのね、緊張するんですよ、なんかね。
なんか嫌じゃないですか、ああ佐藤はああいうのが好きなんかみたいなこと思われちゃう。ちょっと俺も若干ね、やりながら若干の昭和テイスト自分にあるなと思いながら芝居の方向性、女の子の方向性として若干のこの昭和っぽい感じあるなと思いながらもうちょっと続けちゃったんですけどね、楽しんでもらえたら何よりでございます。はい、というわけで以上、2週連続ラジオドラマバレンタインビタースイートストーリーでした。佐藤拓也のラブラブ